新東京都民ゴルフ場は東京都足立区新田にあるゴルフ場である。1955年、東京にはゴルフ場が小金井カントリークラブの一箇所しかなかった。足立建設の足立高三郎はゴルフの大衆化を目指し、荒川河川敷に36ホールの広大なゴルフ場、東京都民ゴルフ場を開場した。足立建設は、 1885年に創業の造林業で名古屋ゴルフクラブ和合コースに芝生を納入したことからゴルフ場との関わりを持ちゴルフ場の造成工事にも携わるようになり国内で多くのゴルフ場の建設実績がある足立から経営を引き継いだ次男の足立忠氏によりゴルフが多くの民衆が楽しめるスポーツとなった東京都民ゴルフ場は台風が来るたびに コースが冠水し、亭氏は東京都民ゴルフのメンバーを救うためと新たなゴルフ場建設に向けてコース用地を探した。探し当てたのが茨城県稲村小島神殿の原野である日間工業株式会社により36ホール規模分の用地を買収し、茨城ゴルフクラブが誕生した。亭氏は東京都民ゴルフ場の設計を上田治に依頼した。 ゴルフ場建設地は関東発の河川敷コースである。また、東京都足立区、北区、埼玉県の3つの自治体にまたがり、河川敷の持ち主は国土交通省が監督官庁である。数多くの巨人化をクリアーしなければならなかった。造成工事でも困難が待っていた建設中に台風や大雨で造成現場が冠水することもあった。 1958年9月27日、建設最中に仮の川台風など大きな台風で大打撃を被り長期間クローズしたことがあった。上田の設計した36ホールはこのように多くの困難に打ち勝って誕生した。東京都民ゴルフ場は日本のゴルフ上司を語る上で欠かせないゴルフ場の父と言われるチャールズ・ヒュー・アリソンの影響を受けた上田が設計し、 ゴルフ上司に名を残す足立忠氏が作ったコースであり、かつて契約プロとして、林義郎が在籍し、青木勲や金井誠一が修行した。そして、現存する都内では2番目に古いゴルフ場であり、東京都民に愛されたゴルフ場である。国土交通省荒川下流事務所より、防球ネット等の安全対策を、支給実施するよう指導を受けた。 近隣の人口増加の影響や、たびたびの用地接種を受け希望を縮小し、18ホールパー63から9ホールパー31に縮小された。河川敷の散歩、ジョギング、サイクリングなどの住民の増加で、打球事故が問題となった。2007年2月2日、足立区のゴルフ場運営協議会で9ホールでの営業が可決された。同年4月1日、 鹿浜橋上流部の旧ホールの営業となった。2009年11月30日、日韓工業株式会社は、国土交通省の指導により、下流部分の旧ホールを閉鎖して、上流部分の旧ホールで営業してきたが、会員組織を解散し、経営から撤退することを決めた。旧ホール規模での会員制での維持は困難なことから、 アダチクと競技の上で撤退する意思を表明していた。ゴルフ場が解散した時には、おおよそ400名ほどの共通会員が存在していた。2010年3月31日、アダチクが国から河川専用許可を得て、経営契約を行っていることから、運営協議会において、運営事業者の選定が行われ、地元企業で増援などの実績がある。 株式会社日本ターフグリーンの運営が決定された。ゴルフ場名を東京都民ゴルフ場から新東京都民ゴルフ場に名称変更された。会員組織を持たないパブリック運営となり、クラブハウスを設けないカジュアルなスタイル、ショートホール中心に2つのミドルホールと1つのロングホールの構成となった。二千十九年十一月七日、台風十九号の影響で、 ゴルフ場が全面冠水致命的な被害を受けた。想像をはるかに超える大量のヘドロが運ばれてきていた地盤沈下によりコースが川よりも低くなっているため排水できなくなっている大型台風に話すすべがなかった。同年12月31日、復旧作業と営業再開の可能性を検討したが再開が不可能となったため閉鎖された。 2020年6月26日、青井会グループの支援で、同年8月1日より営業再開が決定した。2020年8月1日、リニューアルオープン記念式典が行われ、青木勲プロ、日本プロゴルフ協会会長、倉本正宏、足立区関係者などが出席した。2021年4月1日より、STTG 友の会の開始を発表した。 メンバー募集期間は、令和3年2月12日より3月31日、募集人数は120名、有効期間は1年間、入会金年会費4万8000円と、セミパブリックの運営となる。郵便番号1 2 3 0 8 6号東京都、足立区日体1丁目15番1号鉄道道路。ありがとうございます。